より一層の歓声が飛んでいます。地元アメリカ27歳ジェレミー・アボット、4年前のグランプリファイナルチャンピオンです。全米王者として今シーズンも挑んでいきます。意外にもこのアメリカ大会は初出場、意外ですよね。はい、本人も007のようなそんな曲なんだと言っていましたけれども、あの拳銃ホルスターが衣装全体の中でとっても効いてますよね。はい、このオールバックのヘアスタイルを含めた全てがしまいましたね。はい、拳銃をしまいました。ずっと持ってたんだ。はい、まあ、4回転は挑んでいってミスはありましたけれども、アボットらしさというのがまたね、いやプログラムとにかくかっこよかったし、その、まあ、今までのショートの、まあ、構成でいうとね、はい、トリプルアクセルを一番最後に持ってくるっていうのはないですよ。そうですね、もう確かに、うん、今回のこのプログラム、アボットのプログラムはもう考えて、はい、トリプルアクセルってのは点数高いものですから、はい、それを 1.1 倍いただこうじゃないのという計算ですよね。はい、うん、やはり難度の高いジャンプですから後半に入れるというのはかなりリスクもあるわけですよね。そうですね、はい、まあ、疲れてくるっていうところもありますし、その特にショートプログラムですからね、はい、ちょっとこれも軸が完璧に外れてましたよね。ただまあ体力的には問題はないんですけども、はい、あとは自分の中で精神的にトリプルアクセルをどう料理するかっていうところなんですけども、はい、このクラスになってくると大丈夫ということなんですね。
若干乱れた感じもしますけどね、はい、もう少し上手に降りてこられますから、まあ、基礎点が 1.1 倍ですからね、はい、まあ、1.1 倍ということはもともとの基礎点が高いトリプルアクセルであればその分点数の幅でいうと非常にその 0.1 というのがね、0.8 大きくなりますよね、約1点増えるわけですから、はい、1点というのは大きいんですよね、はい、初めてのアメリカ大会の出場です。佐藤優花コーチとともに得点を待ちます。小塚トップ、町田が2位、アボット 77.71、 演技構成点 40.90 という高い得点が出ています。 77.71 はアボットが2位、小塚とはおよそ8点の差、3位の町田とはおよそ2点という差。